家がいつも片付いた状態だったら嬉しいですよね。でも捨て活や片付けってやっぱり時間がかかりますよね。今日は家を早く楽に片付けるための効果てきめんの方法をご紹介します。皆様、捨て活や片付けをするときって、さあ今日は徹底的に捨てるぞとか、今日は8時間かけて家中を片付けようとか、ものすごく意気込んで取り組んでいませんか？でもそもそもまとまった時間はなかなか取れないし、いざ始めたらいつまで経っても終わらなくて、疲れてしまって嫌になって、一度きりで懲りてしまったりすることもありますよね。でも捨て活や片付けはもっと日常的に肩の力を抜いてやっていいんです。そうすることで家はいつも片付いた状態に保てるし、捨て活もあっという間に終わります。むしろ毎日が捨て活デーという感じで、気づいたら捨てるを日常的に行っていれば、家が散らかることはまずありません。この忙しい毎日、捨て活や片付けのためのまとまった時間を取るっていうこと自体無理だったりしませんか？気づいた時に捨てる、それが最速で最も簡単なんです。ではどのように実践していけばいいんでしょうか？最速片付けメソッド、早速行ってみましょう。1、片付けの基本は捨てること。なぜ家は散らかってしまうんでしょうか？それは不要なもの、ゴミがあるからです。いつも使っている必要なものと混在して、不要品とゴミが目の前に出しっぱなしになっているからです。そういったものを捨てる、つまり家の外に出すのが片付けの第一ステップです。逆にゴミや不要なものや使っていないものが目の前になかったら、もう片付いているも同然です。飲み終わったジュースのパック、食べ終わったお菓子の空き袋、食材の入っていたプラスチック容器やビニール袋、買ってきた化粧品のパッケージの外箱などなど、テーブルや調理台の上に置きっぱなしにしないで、すぐにゴミ箱に捨てて、ゴミ収集日には家の外に出してしまいましょう。ゴミが発生してしまうのは、外から家の中に新しく何かが入ってきた時です。何か商品を買ってきた時は、レジ袋、紙袋、プラスチック容器、プラスチックのカトラリー、化粧箱、段ボール箱などなど、商品に付随してきたいろいろなものが家に入り込んできます。これはすぐに捨てるというのが本当に重要です。こういったものをその場で即捨てていれば、家が散らかることはまずありません。また不要品やゴミをぴっちり整理整頓して棚や引き出しにしまっておくのは愚の骨頂です。几帳面な方にありがちなんですが、レジ袋、紙袋、化粧箱、段ボール箱などを、もしかしたらいつか使うかもしれないからと、きちんときれいに畳んで取っておく方も多いかもしれません。でもこういったものを貯めておいても大抵は使いません。ゴミはその場ですぐに捨てるが鉄則です。 2. 後では禁句。毎日の生活で不要なもの、使っていないものをちらっと見かけても、後で捨てるかどうか考えようとつい放置してしまいがちですが、後では禁句です。不要だ、邪魔だと一瞬でも思った時点で、それは手放し対象です。その場ですぐに手放しましょう。気づいた時にその場でやる、すぐ捨てるということが重要です。これいらないのにな、邪魔になっているな、誰も使っていないのに、物を取り出す時に引っかかって不便と思ったら即行動です。その場ですぐに捨てましょう。後で、また今度、週末には禁句です。例えばキッチンの引き出しを日常的に開けた時に、お玉が何個もあることに気づいて、実はこんなにいらないし
取り出す時に邪魔だなと思ったら、即古いものや劣化しているものを手放すためにゴミ袋に入れてください。また捨てることに抵抗があるのであれば、寄付、お譲り用とかリサイクルショップに持っていくものを入れておく箱をあらかじめ用意しておいて、それを手放しボックスと決めて、不要と感じたものはそこにどんどん入れておくのもおすすめです。また例えば食品庫内で賞味期限が切れたものや、例えばナンプラーやインド料理のスパイスなど何ヶ月も使っていないちょっと変わった調味料を見つけたら、その場で捨てましょう。こういった日常的に使うわけではないけどちょっと興味があって買ってみた調味料は、おそらく今後も使わないでいつの間にか賞味期限が切れているパターンです。もうきっとこれは使わないなと思った時点で即手放しましょう。服や靴も同様で、手に取った時点でこれちょっと小さいなとか、なんか好きじゃないし、もう何年も着ていないなと思ったアイテムも、その思った瞬間に手放しボックスに入れてください。クローゼットには戻さないようにしましょう。もちろんもう着ることができないほど古いもの、劣化したもの、汚れたものは即ゴミ箱で OK です。後でとか今度衣替えの時にと先延ばしにするのではなく、不要だ、いらないと思ったその時に行動することが大切です。またクローゼットの中にレジ袋や紙袋を1枚ぶら下げておいて、服を選ぶときや着るときに、いらない、もう着ないと思ったものは日常的にその袋の中に入れていくというのもおすすめです。捨てる先がその場にあれば意外と潔くパッパと手放せます。 3. 全部出しは禁物。捨て活や片付けのメソッドとして、全部出しをしてからいるものといらないものを分けて整理整頓していく方法があります。でもこれは正直おすすめしません。すべてのものを棚や引き出しやクローゼット、押し入れから出して空っぽにして、床に並べて一つ一つ検証していきましょうというやり方なんですが、これはある意味非常に危険です。大抵の場合はあまりの物の量に呆然としてしまって、見るだけで疲れてしまって、捨て活や片付けをする前よりもさらに家が散らかって終わりになります。全部出しはやめましょう。破滅への道です。棚や引き出し、押し入れの収容力ってすごいんです。びっしりと入っていたならなおさらです。それが床の上にぶわっと置かれたら、見るだけで本当にパニックに陥りそうです。そんな無謀な方法はやめて、もっと楽に行きましょう。棚や引き出しやクローゼット、押し入れなどの収納場所を日々使いながら、不用品、捨てたいものを見かけたらちょこちょことその場ですぐに捨てるというのが最速で最も楽です。もうこれ実はいらないのよねと一瞬でも思ったら即手放しましょう。4. 手放し癖をつける。物を捨てたり手放したりできない人は、手放すことに慣れていないからというのも大きな原因です。もったいない、まだ使える、いつか使うかも、罰が当たる、思い出がいっぱい詰まっているなどなど、捨てられない理由はいろいろあるんですが、捨て慣れていないと物を捨てるのって本当に難しいです。せっかく週末に何時間も時間をとって捨て活をしようと意気込んだのに、結局何もかも必要で不要品なんて一つもないという結論になって、何も捨てられなかったということになりがちです。でもこのメソッド、毎日ちょこちょこと気がついた時に手放していく方法に慣れていけば、日常的に手放していくことが当たり前になって、タガが外れたようにどんどん手放していけます。手放し癖がついたらこちらのものです。
ゴミや不用品を置きっぱなしにしているのが気になって、すぐにでも片付けたい、手放したいという気持ちになってきます。なので家はいつも片付いた、すっきりした状態を保てるし、今日は捨て活の日などのように意気込まなくても、気楽に習慣のように穏やかな気持ちで捨て活をしていくことができます。5. 家族の反対に負けない。せっかく手放そう、捨てようと思ってゴミ箱や手放しボックスに入れたのに、家族に見つかって、もったいない、まだ使えるのに、いつか何かに使うかもしれないのに、という三大捨て活 NG ワードを言われてしまうというのはよくあることです。また捨ててもいいかどうか相談すると、必ず三大捨て活 NG ワードが出てきて、手放すことを反対されてしまいます。確かに年配の人から見れば、壊れているわけではない、まだ使えるものをなぜ捨てるのと思うのは無理はないかもしれません。でもそんな言葉に翻弄されて捨て活をやめてしまったら、家は片付きません。そんな事態にならないようにするには、家族に気づかれないように手放すことです。早朝に捨てに行ったり、家族が出かけている間に捨てることをおすすめします。これはもちろん他の家族の個人の所有物などではなく、自分のものや自分で捨てるかどうかを判断できるものに限ります。例えば自分の服や靴、バッグやキッチンにあるもの、例えば大量にある古い水筒やタッパー、プラスチックのカトラリー、ちょっと欠けているお皿などです。こういった不用品がなくなっても、普通は家族は気づきません。波風を立てずに何事もなかったかのように手放すというのがおすすめです。 6. 捨てるといいことがあると信じる。捨てるイコールもったいないとつい思ってしまって、悪いイメージを持っている人は、不用品でも使っていないものもなかなか捨てることができないと思います。でも不用品に埋もれて使っていないものがぎっしり置いてあって、肝心なものの置き場所がなくて、いつも床や机の上に出しっぱなしになっていたら幸せじゃないですよね。例えばカレンダーの写真が綺麗だからもったいなくて捨てられずに、古いカレンダーが山積みになっていたり、使っていない引き出物が箱も開けずに押し入れにぎっしり入っていたら、生活が不便になりますよね。そういったものがなくなれば、家も気持ちもすっきりするし、収納場所も確保できていいことずくめです。物を所有するよりもスペースを空けて、ゆったりとすっきりと暮らすメリットに目を向けましょう。また捨て活をすると運気が上がるというのもよく聞く話ですよね。幸運というのは空いているスペースに飛び込んでくると言われています。そして不用品は捨てるというのが当たり前になって習慣化できれば、捨て活は全く難しいものではなくなるんです。楽になるし、家は片付くし、いいことばかりです。ぜひ今日紹介した中から、できそうなことから実践してみてくださいね。さて今日のお話いかがでしたでしょうか。今回の動画で皆様の捨て活のやる気スイッチが入ってくれたら嬉しいです。この動画が気に入っていただけたら励みになりますので、ぜひいいねボタン、チャンネル登録をお願いいたします。これからもお互いに捨て活、片付け頑張っていきましょうね。